日第7回にあたります公明党の全国大会がこのように盛大に行われますことを心からお喜び申し上げますと同時に、このような場で話をさせていただく機会を与えていただきまして誠にありがとうございました。心から厚く御礼を申し上げます。まずもって今般の福田内閣総理大臣の突然の辞意表明にあたりましては、今日本の置かれております経済状況、また臨時国会の直前ということでもありまして、言うと公明党の皆様方には多大なるご心配をおかけすることとなりました。自由民主党を代表いたしまして心からお詫びを申し上げる次第であります。福田総理の辞意表明を受け、自由民主党は総裁選挙を実施いたしました。昨日第23代の自由民主党総裁を選出させていただき、私麻生太郎が総裁ということに相なりました。国政を預かる重責というものを与えられたということでありまして、改めて身の引き締まる思いであり、身命を賭しまして職務に遂行してまいらねばならぬと決意を新たにしているところであります。さて思い返しますと、自由民主党と公明党はこの連立を組みましたのが平成11年1999年ということになります。10月でしたので、来月で10年目を入ろうとすることになります。この間自由民主党と公明党は政権与党として金融危機をはじめ経済不況、構造改革の推進、またテロ対策、イラク対策などなど多くの問題が我が国を取り巻いておく、そういった環境を極めて困難な時期を日本の安定と繁栄のために共に英知を出し合って乗り越えてきたと確信をしております。太田代表、また北川幹事長をはじめ公明党の皆様方に対しまして心から敬意と感謝を表する次第であります。しかしながら、今ここに連立10年目の節目を迎えるにあたりまして、日本の状況は先ほどお話でありました原油価格の急騰、それに伴いまして原材料も高騰し、また米国の金融危機、最近であるリーマンブラザーズの話がよく出ますが、こういった金融危機というシステム、金融のシステムの危機によりまして、日本の景気、金融ではなくて主に実物経済に影響が出始めて、また年金、高齢者の医療など社会保険の問題や、ご指摘になった汚染米の話など、我々問いまして役人の不祥事も重なり、有識事態だと思い、同時に国民の暮らしに対する不安というものを助長したということにおいては非常に大きな責任を感じなければならないと思っております。これらの問題を解決し、経済に再び活力を取り戻して、年金や医療制度に対する不信を取り除くためには、自由民主党と公明党の連立政権が責任を持ち、必要な政策を着実に実行していかなければならないと確信をしております。そしてお年寄りや弱者、子どもたちを気遣うことのできる力強い経済というものを作り、それを誇りを持って未来に引き継いでいく明るい日本というものを作っていかなければならないと確信をしております。暗いとダメです。明るくないと世の中ダメ。そのため、今夕太田代表と改めて連立政策の合意をさせていただきたいと思っております。そして速やかに先日公明党と一緒に取りまとめました緊急経済対策を実行していかなければならないと思っております。大
太田代表の決意も今拝聴させていただきました。私どもとして共に歩み続けてきたこの10年間であります。今まで築き上げてまいりました信頼関係の上に、さらに互いに主張すべきことは主張していくことで、さらに強固な信頼と成熟した関係を作り上げていかねばならないと思っております。連立政権としての力を最大限に発揮して政策を推進していくことで、我々の住んでおりますこの日本、日本国民のために一心に身を投げ打ってまいる覚悟であります。この1年間のねじれ国会等々を振り返ってみますと、野党民主党は一体国家国民のために何をしてきたのかということを率直にちょっと考えていただきたいと思うんであります。給油支援法は反対、ガソリン税暫定税率は反対、日銀総裁人事も反対、すべて反対。どなたか古典的反対政党に逆戻りしたのかと言われた表現を使っておられましたが、私は少なくとも成熟した民主主義国家においては上院下院の勢力が違うという国はいくつもあります。しかしそれらの国においても政党間協議がなされて、そして政局のため解散総選挙とかいうような話を全て政権交代とか政局のためだけにというのは、これは明らかに国民を無視しているのではないかと、私どもは率直にそう思っております。ぜひ政権交代ということの先に何が待っているかをぜひ示してもらいたい。我々は政権交代ということなく連立を組んで、その上に立って確実な政治を行っていきたいと思っております。少なくとも新しい世代、これから出てくる新しい世代、若い世代に希望と夢というものを与えて未来を支える、我々はこの国生きててよかったと言えるような未来を支える確固たる礎というものを、今の民主党に国家経済とか国家社会というものを支えていく、その覚悟と、そしてその決意と、そしてそれを裏付ける実績が、もしくは実力があるであろうかと、少なくともそれがないからいきなり、それがなかったから果実は大連立なのという話を持ち込んで、あの時は自分で政権を担うあれがないからと言われたんじゃないんですか。それは選挙演説じゃありませんので、あまり煽っていうつもりは全く、あまり煽っていうつもりは全くないんですが、少なくとも自由民主党と志を同じくする公明党というものとの信頼と実績に裏付けされた自公連立のみこそが、こういったことが確実に実行できる、そういった力なんだと私は確信しております。来たる国家の命運というものをかける戦いが、先ほどお話がありましたように衆議院議員総選挙におきまして共に力を合わせて勝利を目指していきたいと強く思っております。そして皆さん方の熱く、そして力強い公明党の協力もお願いを申し上げ、公明党のますますのご発展と、そして太田代表をはじめとするご列席の皆様方のご健勝を祈りまして祝辞とさせていただきたいと存じます。本日は誠におめでとうございました。ありがとうございました。麻生総裁は次のご予定のためここでご退席になります。大変にありがとうございました。盛大な拍手を持ってお送りしたいと思います。